赤城と指揮官様は結ばれる運命なのよ。一目で指揮官様こそ私が探していた方であると分かりますの。あら、おかえり、指揮官様。今までどこにいらしたの？早く上着を脱いで。赤城が他の子の匂いがついていないか見させてもらいますわ。指揮官様、先にあの子と言葉を交わしましたわね。ええ、もちろん普通の挨拶だって分かっていますわ。ですが、それ以上お近づきになったら、この赤城、何をしてしまうか分かりませんわ。他のメンバーとも仲良くしようって？ええ、指揮官様がそうおっしゃるなら、この赤城、我慢してもいいのですが。その代わりに指揮官様、赤城だけを見ていてくださいませ。お目覚めですか？え？赤城は何もしていませんよ。ただ指揮官様と永遠にいられるようこの鎖に鍵をつけてみただけですわ。ええ、指揮官様が挨拶に回っているとき、この赤城も他の陣営の子と親睦を深めていましたの。こういう酒の場、シナノは論外として、長門様には荷が重いと思いましたわ。指揮官様、一緒に酔ってくださってもいいですのに。本当に、じれったくて。寂しかったですわ。あ、指揮官様。